姶良市立北山小学校は、鹿児島県姶良市北山にある市立小学校である。姶良市北部の山間地帯に広い校区を持つが児童は、少なく、複式学級が導入されている。姶良町立道山小学校、姶良町立木津市小学校、姶良町立整備小学校の3校の児童減少に、伴い、これらの学校を統合して1968年4月1日に、 発足した。当初はまだ校舎がなく、3校をそのまま教場として分散授業を行っており、あい町立北山中学校の向かいに新しい校舎を建築した。これが完成してから児童を収容している。校舎は、鉄筋コンクリート1,080平方メートル及び、木造230平方メートルで総工費3,438万9 0円であった。 しかし、向かいにあった北山中学校は1988年に廃校となり、山田中学校へ統合された。道山小学校跡地、集会所及び郵便局として使用されている、愛良町立道山小学校は、現在の愛良市西北部にある道山地区に所在していた。1898年9月に、宮脇神城小学校道山分教場として、発足し、 1911年本校の改名により、整備尋常高等小学校堂山分教場となった。さらに、本校の改名により1941年4月整備国民学校堂山分教場、1947年4月山田村立整備小学校堂山分校となった。終戦後の人口急増により、1952年に独立し、 山田村立道山小学校となった。しかしその後児童数が減少に転じ、1968年4月に北山小学校へ統合された。木津市小学校は土地、愛良市役所木津市出張所となっている愛良町立、木津市小学校は、現在の愛良市木津市に所在していた。1878年4月に、 白の神社の脇に33平方メートルの校舎で、白の小学校として発足したもので、1881年に、道崎に69.3平方メートルの校舎を建設して移転した。1887年4月白の間理小学校となった。その後、宮脇小学校との合併と独立を2回経て、1919年4月に、木津市神城小学校となった。 この間、1901年3月に最終的な位置となる、現在の愛良市役所木津市出張所の位置に移転している。1939年に高等科併設となり木津市尋常高等小学校となり、1941年から木津市国民学校となった。戦争末期には種ヶ島からの疎開児童を受け入れている。1947年に、 山田村寺月寿司小学校となった。しかしその後児童の減少に伴い、1968年4月に北山小学校へ統合された。整備小学校後の記念日彩ら調律整備小学校は、現在の愛らし北山に所在していた。北山小学校の現在地よりは、南側の農協支所付近にあたる。1875年に、 山田小学校の分校として設置され、1876年に独立して宮脇小学校となった。1887年4月、宮脇カニ小学校となり、1889年、宮脇神城小学校となった。道山小学校を1952年まで分、教場としていた。また、木津市小学校とも合併、独立を繰り返している。 1911年に高等科を設置して、整備尋常高等小学校となった。1941年4月に整備国民学校となった。戦争末期には、種子島からの疎開児童を受け入れている。1947年に山田村立整備小学校となった。1968年4月に北山小学校へ統合された。ありがとうございます。